遠野ヒノキ。中でも岐阜県中津川市鹿下地域から産出されるヒノキは、伊勢神宮の遷宮にも使われる日本を代表する名木です。伝統を受け継ぎ育てられた遠野ヒノキから理想的なベッドが生まれました。岐阜県の東部、遠野地方。室町時代からヒノキの産地です。江戸時代には尾張藩の御用林として重用され、伊勢神宮の式年遷宮にも使われています。年輪が均一で節がなく、艶がよく香り高い遠野ヒノキ、日本を代表する名木の一つです。岐阜県中津川市鹿下、遠野ヒノキの主要産地。この地では鹿下産ヒノキと呼ばれ、上質な遠野ヒノキのブランドにもなっています。鹿下森林組合は伝統ある森林産業を守り伝えてきました。美林万世、これを絶やさず、美しい循環型の森林を育て守っていくことを理念としています。早川は鹿下産ヒノキに触れ、その品質の高さに心打たれました。思いは固まり、熱い思いを伝えました。物を作るという意欲が非常にここの森林組合の皆さんが見られたので、その消費者が受け入れられるような値段で物を作ってくれるっていうのは、ここの森林組合だけしかなかったです。僕らが求めているものと、まあこうね、合致したというか、はい、で すぐその話に乗りましたね。熱意がすごく伝わって、でやっぱりね、すぐにね、こう意気投合できたというか、はい、早川の思いを受け止めた職人たち、早速プロジェクトがスタートしました。もともと鹿下森林組合では、遠野ヒノキの新たな需要を拡大しようと、オーダー家具作りやインテリア小物、さらにはヒノキの油を使った香料など、数多くの新製品を作ってきました。こうした新製品開発ノウハウを組合が持っていたおかげで、早川のさまざまな注文にも即対応、どんどん理想の形になっていきました。もう本当に5ミリ単位の調整が一番難しかったんだけど、まあ、ここに行き着くのに一番時間かかったのかなって、はい、僕らではやっぱり思いつかない、ね、やっぱり工夫があって、やっぱり完成度がやっぱり高いというか、はい、そういうのはやっぱり感じましたね。やっぱり こういう工夫はやっぱりね、社長 のアドバイスがなければね、売れると思いますよ。こういうふうにできるベッドが今まで見たことなかった。もう昔からのね、ヒノキっていうのはもう長年日本人がね親しんできた木材なんで、本当に良さっていうのを知っていただきたいなと思いますので、ベッドっていうのは本当に一番長い時間使っていただけるものなんで、ぜひ、ね、そういうところで活かしていただきたいなと思います。日本を代表する名木、遠野ヒノキから生まれた名品、気配りベッド。人に優しく、自然に優しい一品。人々の熱い思いが凝縮されています。